7月11日、ニュースポストセブンがドジャース、大谷翔平30の近況を報じた。ロサンゼルス郊外に購入したばかりの豪邸を売却するというのだ。写真あり、イベントで肩を寄せ合い、笑顔の大谷夫妻。大谷が新居を購入したと明らかになったのは5月下旬。地元紙、ロサンゼルスタイムズが、 ロサンゼルス郊外に12億円もの豪邸を購入したと報じた。今や一挙手一投足が注目される大谷、ダブルコート。12億円豪邸の購入は他のメディアも大きく扱ったが、常識の範疇を超えて報じたのが日本テレビとフジテレビだった。日本テレビとフジテレビは、新居の前からレポーターが中継したり、空撮映像を放送したり、 さらには近隣住人にインタビューしたりと、住所が特定されるような形で報道しました。これに対し大谷選手は激怒し、両テレビ局に対し球団を通じて取材パスを変換するよう求めたと、現代ビジネスが報じました。この報道が事実なら、日テレと富士はドジャース関連の取材について、出禁となったということです。スポーツ指揮者。こうした事態について、 フジテレビは複数の情報番組で謝罪。さらには7月5日に港孝一社長が定例会見で大変申し訳なく思っておりますと謝罪した。出禁処分については事実ではないとしながらも小林剛専務取締役は大谷選手サイドとは様々なやり取りをしておりますとコメントしており大谷側からクレームがあったとみて間違いないようだ。そんな中、7月11日 ニュースポストセブンが大家の新居にまつわる記事を掲載。記事によると、もうあそこには住めない、と話しており、新居に引っ越さないまま売却する意向であるという。試合のスケジュールを見れば自宅を留守にしている時間がわかってしまうことから、スポーツ選手は強盗に会うことがたびたびあります。実際、ドジャースの大谷選手の同僚も最近相次いで強盗被害にあっています。 大谷選手が新居を諦めるのも無理ないでしょう。前室、スポーツ指揮者。ここまでの事態に発展した大家の新居にまつわる報道。取材の姿勢が問われることとなったが、すでに謝罪コメントを出しているフジテレビに対し、日本テレビは6月24日に、出禁処分について、取材の過程についてはお答えしておりません、とコメントしたのみ。どのような戦いきでの取材だったのか。 今後のあり方は未だ無言を貫き続ける日本テレビに対し、X 上では批判の声が続出している。やはり日テレは知らぬ存ぜぬ。責任感のない会社だよね。ますます嫌いになりました。はよ日テレ大谷に謝罪しろや。富士は許すけど、マジで日テレ嫌いになってるから。やってしまったことは言語道断だけど、 だんまりで逃げ続けないで謝罪して反省するのは良いこと。そうなるとだんまりで逃げてる日テレの態度は超悪質。